ないないと何にもできないわけじゃないと夜間も気にかけたけどお茶の何かがわからない。朝食も作れたもんね、だけどあまり美味しくない。君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに。一緒にいる時は窮屈に思えるけど、やっと自由を手に入れた僕はもっと寂しくなった。さよならと言ったきりの気持ちはわからないけど、いつもように眺めがいい。左に少し戸惑ってるよ。もし君に一つだけ強がりも言えるのなら、もう恋なんてしないなんて言わないよ。出たり、さあここからじゃあ江原正弘のエンターテイメントの時間ですよ。よし、これからこのもう恋なんてしないよ、いろんな人で歌ってみたいと思います。さあまずいきましょう。まずは山崎まさよし。よくならんな歯ブラシも一本捨ててしまおう。君の趣味で片服をもたりないけど、せっかくと苦しく潔くと耳をどけている僕は、ポケットで鏡でも一番センチメンタルのは、今の教師をこんなにいっぱいの君の抜けが集めて無駄な幸せ。矢野亜希子。君宛てのひびが明日に届いてる。片隅で迷っている、背中を追って心配。北斗晶、歌ってんじゃねえよ。何なんだよ、いい歌ってどういうことだよ。どういうこと、ケースなんかいたやれ。ふざけんじゃねえよ。えな、君の知らない誰かって誰だよ。クソして出ろ早く。本当に本当に君が大好きだったから、もう恋なんてしないなんて言わないよ。ぜここ出ないよ。誰が出せんだよ、こんなとこ。ケンスケいないな、本当に。ふざけんじゃねえよ。